まあ、波形選んでこの DCW の値上げるだけで結構音が劇的に変わるんで面白いですね。今回はフェーズディストーション音源を使うシンセ室のモードについてやっていこうと思います。で、このシンセ室は LINE1、LINE2 っていう2つのデジタルオシレーターを扱うことができます。で、前回もちょっとやったんですけど、で、LINE セレクトの1プラス2と1プラス1を選択したときはピッチのコントロールとリング、ノイズのモジュレーションのコントロールをすることができます。では LINE1 のみで音作りしていこうと思います。で、フェーズモジュレーションというのは波形の位相を歪ませて波形の形を変えて音を作っていくっていうシンセ室です。で、下のモニター画面にも出るんですけど、この DCW の値を上げると波形がサイン波からノコギリ波に変わっていくのが分かります。で、このデジタルオシレーターは2種類組み合わせて使うことができます。で、2つ一緒の波形を使いたいときはこの真ん中のアイコンをクリックします。で、デジタルオシレーターはソー、スクエア、パルス、DBI サイン、ソー、パルス、レゾナンス1、レゾナンス2、レゾナンス3で、カスタムで波形を描いてカスタムオシレーターを作ることができます。波形選んでこの DCW の値上げるだけで結構音が劇的に変わるんで面白いですね。で、レベルで音量、ファンで左右の定位をコントロールします。で、このシンセ室のモードでもピッチ、DCW、アンプのエンベロープをコントロールして時間的変化を作ることができます。じゃあまずピッチを変化させます。で、このポイントとポイントの間のこの矢印で曲げることができます。DCW DCW 劇的に音が変わっていいですよね。で、ポイントはこのクリックすると増やすことができます。で、このポイントをダブルクリックすると S ってつくんですけど、で、 S をつけるとエンベロープの再生がそこまでになります。じゃあライン1プラス2でちょっと変調してみようと思います。じゃあライン1のレベルを下げます。で、リングモジュレーターをオンにします。ライン2のオシレーターがライン1の波形で延長されています。じゃあノイズのモジュレーションをしていきます。ただのノイズっすね。リチューンでライン2のオシレーターのピッチをコントロールすることができます。オクターブ、ノート、
ファイン。で、ノイズソースでノイズを足すことができます。レベルでノイズの音量、カラーでノイズの明るさをコントロールします。じゃあ1プラス1で編集していきます。なかなかノイジーな感じでいいですね。エンベロップを変えると編調の仕方も変わるので、いろいろ試してみてください。で、このフェイズモジュレーション音源は DCW のコントロールと、この3つのエンベロップのコントロールでかなりいろんな音が作れるので、すごい楽しいです。ぜひいろいろ試してみてください。